トリニティと角持ちの生徒が一緒にいる空間良いよねに対する一般先生たちの反応集。手前二人が可愛すぎて、モブなのが辛い。個人的には真ん中の人目してるモブも良い。なんだ桜子様人気あるじゃん。いい映画くよね。今回の PV は、モブが可愛すぎて悶絶する。わっぴー。周りがドン引きしてるのが面白い。一般人、弱火ファン、強火ファン。多分掲げてる桜子様グッズは、盛り上げるために自腹切って作って、無料配布してる強火一派がいる。シスターフットじゃない子も、桜子様持ってるのも良い。シスターフット応援団。ちょっと待って、シスターフットを応援する組織があるの？こんなでかい垂れ幕、大々的に出せるくらい大規模なのが、桜子様の強火のファンが多いんだろう。この画面なんが良いって、トリニティと角持ちの生徒が一緒にいること。ところで、奥の血痕のついた垂れ幕は、南部なんだ。奥にいるのは、誠実モブちゃん。桜子夢女子存在したのか。多分映ってる3人以外も、全員同じことしてる。大多数は、こういういかにも青春な生活してると分かったけど、そう考えると、アビドスや赤冬227号クラスで本当に涙しか出てこない。アビドスはあそこに入学した時点で分かってただろうし、227号は自業自得だし。まあ分かるけど、その辺はまだマシだと思うよ。マシというか形が変だけど青春はしてると思う。これが青春だとしたらさ、過去時、これの最中で、うん辛い。桜子様、拷問して、桜子様の元の性格知ってる人からしたら、そりゃ慕うよな。花子すら割と気に入ってるし、いやいつもほぼ素なんだけど。シスターフットはいつものことだけど、あんた趣味悪いよ。みたいな顔。知らない人からしたら、強火ファンも恐怖の一員よね。桜子様、桜子アイドルはいつ来てもいいぞ。仮に来るなら、俺はここから先のガチャ計画を、すごく慎重にしないといけなくなる。SRT やアリウスに比べれば、他の学校は大体マシさ。今まで秘密主義であまり表に出てこなかったから、はしゃいでるシスターたち見て、シスターフットってこんなキャラなの？って思ってると思う。女子高生だぞ。桜子様があるなら、マリーちゃん、日向さん、があってもよくない？みなわいわい一緒にいるスチルが流れる中、一人で謎の美術館にいる渚様は何なんだろう。ロールケーキ絵画展覧会を主催したところ、誰も見に来なかった渚ちゃん。自分が主催したロールケーキ店に、誰も来ねえ。入り口にたむろってるヘルメット段が悪いから。多分、シスターフットも誠実みたいに、部活的なものならこういうノリもないとおかしいと思う。日向はともかく、マリーは一応ポジションとしては、ヒラシスターでモブと同じかもだし。227号は自業自得だろ。シスターフット応援団。桜子とマリーを、アイドルに推薦したスケベ野郎は誰だ？逆にアイドルやるっつって、その二人推薦しない奴いるのかよ。ひなた。爪剥がして。皆さん、わっぴ、わっぴ。人死んだりしてるアビドスが異質みたいじゃん。そんなアビドスも、一年生二人をアイドルにして、青春できるようになりました。アビドスとアリウスは、学校として異常だよ。ミレニアムもトリニティもゲヘナも、生徒殺害未遂までは言ってるから、そこは大して変わらないというか、よほどのことしないと死なない奴らばかりの世界で、死人出してるからそれはそう。正義実現委員会、シスターフット応援団、紅茶研究部、スレミンならどれ入りたい？シスターフット応援団かな。ワッピが文字通り、流行の最先端になってしまうのか。桜子様、いつもみたいに拷問してー。やっぱり、善意の応援が、誤解のスピーカーになるとしたらひどすぎる。シスターフット内の応援団なの？シスターフットを応援する団なの？桜子様、基本表舞台に出てこなかったから怖がられてただけで、だんだんいろんな人に愉快な人なのがバレ始めて、逆に人気出てきてるんだろうな。まあ桜子様自身が、シスターフットを時代に合わせて変えたいって志の持ち主だったし、やっと効果が出てきたのだろうか。先生も鼻が高いよ。ワッピー活動紙を結んだ？政治や荒ごとに関わってる生徒と、それ以外で温度差がすごいんだろう。覚悟見せて。なんで知られてるんだよ。ワッピーイズナニ、バイ桜子。何あの人。桜子様限界オタク概念とか、想定しとらんよ。正解のワッピーがわからなくて。条約の時の睨み合いとかもだけど、一人一人固有グラもらえる時のモブクソ可愛いよね。
モブとは言っても、本当にただ名前がついてないだけって感じだから、すごい可愛いよね。このシスターの子実装してほしい。もしかしてスクールアイドル編でもやるのか。このカットがあるから平和で楽しいトリニティ学園祭を見て、砂祭りのこと考えちゃうぐらいは想定ないかなと思わせてくれた。よく見たらアビドス熱すぎない？レッドウィンターマイナス23度。モブシスター召喚機能もつけてくれ。桜子様、持ってるの3人いるの今気づいた。上でも言われてるけど、それこそマリーとか性格とか扱いとかなありモブみたいなもんだし、これからモブに名前とディテールがついて実装されることはあるかもしれない。しっかり学生っぽいノリの娘は、持っといても良いと思う。ワッピーの発音わかんなくて何度も取り直したんだったか。ワッピーってなんだよ。桜子様2着目に備えておく必要はありそうだ。正解のワッピーがわかりません。マジでゲヘナの子が、トリニティ学園祭に遊びに来てるのが良すぎて、それだけで涙腺刺激されちゃう。アイドル衣装の桜子様とか、めちゃめちゃ可愛いんだろうな。ワッピ。今のアイドル衣装ってどんな感じなんだろう。今回の PV 可愛いモブが多すぎて困る。前にもあったな。言っちゃなんだが、桜子様なんて覚悟でもなければ、何着てても可愛いだろうし。桜子様、ちゃんとモブに人気あったんだ。なんか安心した。恐れられてるというか、カリスマが行き過ぎて何やっても信用と取られるタイプか。呆れてる子が可愛い。一番好き。SF の中では人気あるんだろう。一般生徒にとっては多分ごく一部。いわゆる異形の念みたいなものだから、怖い人という誤解が解けた後は、変な人って評判しか残らないし、人気も出ると思う。奥にいるセリナと花江の方が可愛いし。桜子様、してくれるなら、なぜワッピーがドン引きされるのですか。清楚系アイドルが、いきなりギャルっぽいか不思議ちゃん系キャラ付けしたら引くだろ。温度差がある。次のイベントで、SD ひなちゃんがゲヘナ駆け回るやつ、桜子様バージョンでやってほしい。覚悟を見せると、放送できないアイドルになってしまいそうだ。多分花子は黄色い声援を送る。桜子様は、同級生には可愛がられて、後輩にワイフされてるんじゃなかろうか。ウイから恐れられてるからどうなんだろうね。ウイが他の同学年と絡んでるイメージないけど。まあよくよく考えると、ウイはウイで極端すぎるからな。花子を尋常じゃないほど毛嫌いしている、桜子の女たちいい？いいわよ。なんかの機会でやるじゃない裏は花子って、認めちゃう展開もいいわよ。ちっ何よ。ちょっと頭がいいからって桜子様にすり寄っちゃって友達ずらして。あんな変態は桜子様にはふさわしくないわ。ここのモブちゃんもいいよね。ウイはウイでアルミホイル巻いてるから。ウイはお覚悟してた古い出来事を知りすぎてるのも悪い。ウイは自分で認めるくらい面倒な性格してるからな。この PV 時点でなら、ワッピしてもめちゃくちゃ返事返ってくると思う。ウイって割とシスターフットの肘に迫ってるから、自分の身が危険だと思い込んでるんだろうな。実際にどうなのかはなんともわからんけど。ウイは面倒くさい性格してるよね。ASMR でもそこが現れててとても可愛かった。桜子様本人に裏表はないけど、シスターフットに少なからず言えない程度の裏はあるからな。代表ともなれば、組織のイメージを背負うのも致し方ない。目隠れモブもいいけど、ガチモブもいいよね。